ニュース番組みたいなのをやっちゃってかっこいいあんまりそういうふうな気持ちじゃなくてもっとリラックスでやりたいんですけど後ろに何桜の、ね映像をバックしてやってますが、うん、カフェコアラストリームワークス店の新装開店だね。はい、皆さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。過去あのコアラっていうのは電子会議とかいろんな形でやってきたんだけれども、ね、その中で一番人気っていうのはカフェコアラっていう電子会議会議室が、何でもありの、そこには、うん、議長さんが2人いてウェイトレスさんの役をしてるということだね。よいしょお名前はファーシッコことファーシミサコです。はい、サワコこと山崎サワコです。で私はそこの常連の客で小野徹と言います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。とは言いながらもですね、このカフェコアラ私も常連も含めてですね、いろんなことを過去やってきたんですね、うん、過去例えばそうね、はい、ミサちゃんはラジオしました。半年間、うん、半年間のラジオです。面白かった、ね、楽しかったね。生番組だったね、うんうんうん、阪神大震災もあったし、ありましただったね、うんうん、でそれをさらにはそう1年後にリアルオーディオの形にして、うん、インターネットの方に、うん、音声だけですけどね、うん、流しました、うん、そうです。そうすると世界からたくさんそうメールが、うんうん、面白かったよ、ねうん、海外の人意外と鈴木がだからちょうど先週でそのリアルオーディオの番組が終わったんだね、うん、だからそれを引き続き今度はストリームワークス展を始めたと、はい、でストリームワークスっていうのはどういった技術か難しいからちょっとその解説するのやめちゃってただねあの今日は東京からもこの技術を日本でサポートしておられるネットワンシステムズの方々ね、徳倉さんとかね 森さんとかねそれから宮本さんとかね3人あこ待機していただいてる。そうなんです、うん、まだそのまま行ってくださいね行ってくださいねというようなことで、やるようになったわけですけれども、まあ、あのそういうけど私よりもこの2人がいつもクローズアップされますから2人のことをもう少し自己紹介してもらおうかね。ミサ、ちゃんはホームページもよく作ってて今人気がいいわけだけれどもそうね、ミサちゃんのホームページを見ながら、うん、これを見ればすごい、はい、旅館の中にしてます違いますね、うん、実ははい、本職は歯科技工士です。歯科技工士さん、それがなんでこんなになっちゃったのかな、うん、いや、やっぱり鮮やかな姿を出さなきゃこれはよく雑誌とかね、だからテレビとかいろんなメディアでミサちゃんのホームページが紹介される、うん、よくメールが来るんですって。ああ、いろいろ来ますね、うん、外国の方も結構やっぱり着物、うん、ジャパニーズ、うん、トラディショナル困っちゃってますすごく困っちゃってますなるほどね、うん、ということでとても今人気があるミサちゃん、それからサーコさんの方、はい、サーコさんの方はサーコテイトに出ていきますが、そうなんです。どうなんですか、バーチャルにお店構えてるのかな、うん、そうなんです、うん、それとかこんなこれは何、これはですね、うん、セーターとか、そうね、自分の作品です。そうね、うん、サークさんは早めにインターネット始めちゃってね、そうなんですよね、自分の普段の生活のものをこうやってお店みたいに出しちゃったというか、うんうんうん、で本職は何なの、本職は普通の OL ですこのセーター売ってるそうですあそんなオーダーのというようなことでね、うん、やってるわけだけれども、しかしなぜこういったストリームワークスのような技術を使って映像付きで、カフェコアラができるようになったか、うん、なぜなんでしょう。それはハイパーステーションというね、新しい設備ができたからですね。インターネットプロバイダーという、まあ、コアラの側面があるんだけど、うん、そのインターネットプロバイダーの中にステーション、こういったスタジオができちゃったといったことで新しい設備なんですね。なぜこういうことができたのか、ハイパーステーションとは何でしょう。NTT 実験での、 あの光ファイバーがこのハイパーステーションに来たんですね、うん、それを使ってマルチメディアでいろんなことしてみましょうってことでやってます、うん、なるほどね、なるほど、うんうんうん、サークさんなんかある。そうですね、今まで の、 あのコアラ事務局とか、うん、ハイパーネットワーク社会研究所、うんうん、それが合体してこの中に住んでる。なるほどね、うん、ということで実はこのスタジオの外にはコアラメンバーやそのハイパーネットワーク社会研究所の方々、コアラ事務局の方々、うん、皆さん待ってますから、うん、ちょっと僕皆さん紹介してください。はい、いってらっしゃい、ちょっと待ってくださいね。かっこよく紹介してあげて。かっこよく、そう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 、僕はかっこいいからダメ。え紹介しましょう。このマイク入ってますか。はい、みんなこう固まってる形になってるけど、今日はあら新しい人も来てる、香織ちゃんも来てる、あ、後ろの方々がネットワークの方々ですね、でこのハイパー系の方々もいますけど、はい、あなたお名前は。あの竹本です。どう、何してるんですか。ハイパー系で働いてます長野さんもよくいつも来ていただけるけど、はい、こんにちは、今日はおめでとうございます。で長野さん今日はケーキ持ってきてくださったんですって。はい、あの今ホームページに流してる今月のケーキを持ってきました。なるほどね、それもインターネットでね、いろんなところから作って、あの作り方を教えていただいたんだそうですよ。ということなんですが、ちょっとこの中をご紹介しましょうね。実はここが、事務局になるわけですけれども、こちらの手前の方がね、コアラ事務局の女性陣なんです、ここに一人おられますけど、彼女もとても人気が高い友内さん。友内さん今日は面白いですか。
楽しいです。楽しい。トモライさんはね、結構いろんなホームページ作ってて、コアラインサイダーというような形でね、人気のホームページいくつも作ってる方なんですね。今後今日もまたインサイドするの？インサイドするの？毎日します。ちょっと怖いんですよ。それとか、こちらには高橋明子さんというコアラ事務局の女性がいますね。明子さん、今日は何してるの？もうちょっとゆっくり喋りましょう。あ、ゆっくり喋れと。ストリームワークスで早口だからね、僕はね。うん、このロスをね、少し薄くしてあげるといい。 20% ロスを 30% ロスでも動くようにしてあげるとよく映りますよ。うん、それとか、はい、あなたは、はい、小湯永さん、はい、うん、あなたの事務は、仕事は経理、会員管理です。経理と会員管理ね、こういったことをいつもやってもらってますね。それからこちらにはつい最近入ってきた優子さん、はじめまして。ゆうこさん、身長は 167.7 でございます。167.7。実は先ほどの小永さんに友内さん全部合わせるとですね、165センチラインが出来上がってですね、とてもコアラはハードルが高いんです。まあ、こういったところなんですけどね、実はこちらの方にはネットワークブースといってですね、自由に来てここでコアラにアクセスすることができるような機器類も置いてるんですね。今日はちょっと今この番組のために機械を移動してますけども、いつでも誰が来ても使えるようになってます。それとか、こう入り口にはですね、こうやってウェルカムハイパーネットワークということでね、誰でもこう入っていきやすいような形で歓迎してますからですね、あちらこちらから遊びに来てもらいたい。で、実際はそこから入ってきてですね、ここにいろんな看板がありますけれども、例えばここの会議室、これは普段はですね、ここでプレゼンテーションとかやるわけですけど、真っ暗ですよね、本当はね。プレゼンテーションしたり、あそこの白い壁は完全にある意味ではそのホワイトボードになっていると、壁一面がホワイトボードのところであるわけですね。あなたがインサイダーされますよ、ほら映ってるよ。で、また、ハイパー系の中にはいろんな人たちがいますけど、藤野君、これは逃げるな。彼は今あちこちで講演してもらってるんですけど、今日はどういったことやってますか？いや、今日は連動バスもまた書類の整理をやってますが。仕事に追われる藤野君でした。それとかね、またこちらの方に来ていただけると、コアラのサーバールームがあります。ここにはいろんな機械、本当にたくさんの機械があって、この機械によってですね、こういったことが可能になっている。おいおい、ここの機能はですね、番組の中で紹介していきたいと思ってます。そして、実はさっき出てきたスタジオというのはこういった形になっているわけですね。わかりますかね。窓の外から見れる、こうやって皆さん方が見ているわけになりますね。ほら、2人がコーヒー入れてますね、ウェイトレスさんたちがね。こういった形で作られております。そしてこちらには、あら、だいぶ片付けたですね。普段はここに段ボール箱がたくさんあるのに、ここにはいろんなマルチメディアを作る機械がたくさんあるわけですね。例えば、マルチメディアクリエイターには絶対欲しいと思われているインディゴとかね、こういったものもありますし、それとか、そうね、変わったものではですね、笠井君のところにありますけど、これは Windows NT サーバーですね。なんか値段が500万もするとかいう話聞いてますよ。大変すごい、マシンですね。それとか、ここにはマッキントッシュの互換機で今大変話題になっている、やはりこれも500万ぐらいする機械ですか。これは今カメラを動かしているフォワシ君が使うんって、彼はとても喜んでますね。こういった形でマルチメディアをたくさんいろんな形で作っていこうというところが、このハイパーステーションになるわけですね。ちょっとスタジオに帰りましょうかね。多くの方々がこうやって遊びに来てますけれども、番組の中にも、あ、ゆっくり話せって、困ったな。ゆっくり話しましょう。じゃあスタジオに帰ってきましたよ。お、はい、なに、なんだなんだなんだ、これは、おお、これ何かわかります？シャンパン。実はシャンパンですね。今日の開店オープンにですね、会員の久保木さんがね、1本、それからこの技術を提供してくださったネットワンシステムズの皆さんが1本、わざわざくださったんですよ。だから外の方々もね、これお裾分け十分ありますから、どうぞ安心して飲んでくださいね。とりあえずは、まあ、スタジオの中にたまたまいる5人で飲みますかね。小林くん、ちょっと飲みませんか？佐藤さん、飲みませんか？取り来ていいよ。いや、ちょっとカメラの方ですね。はい、じゃあ3人で、はい、じゃあ3人で、はい、おめでとう、おめでとう、乾杯。内輪で喜んじゃっていいのかな。いただきます。というふうに、とても、まあ、気楽なグループなんですけども、うん、さてと、
この毎週月曜日に30分間やると、19時半からね、うん、はい、どういったコーナーでやるかなと悩んだわけですが、そうなんですね、まあ、ある意味ではラジオの時のように、うん、一つは今週の話題っていうようなコーナーとか ね、 それからコアラで一番今人気があるところはどういったことかとかいうことを紹介するとかね、うん、コアラナウって名付けたんですよね、ピックアップして面白い話題を、うん、まずは今週の話題からいきましょうかね。そうですね、うん、はい、今週の話題というとみさちゃん何だろう、春ですもんね。桜？桜だね。桜だね。うん、ほらこうやって桜。うん、あ、もう花見行きました、みさちゃん。行ってないんですよ。でもね、うん、仕事の、まあ、職場なんですけど、うん、仕事してる時に、ね、前に大きなね、うん、窓ガラスがありました、ね、うん。その向こうにはやっぱ桜がある、うん。仕事しながら見てます。いい職場。毎日は花見。毎日がそんなに。ちょっといい食べ物飲みもなると思って嬉しいんですけどね。うん。さよこさんは？私はまだ花見行ってないんですけどね、うん、今日こんなちっちゃな桜、うん、あ、小さな桜、うん、盆栽のような盆栽、お家の中で花見をして、それはまた優雅な話ですな、ね、で僕はね、本当の今日昼休みも実はこの桜、背景にある桜がね、うん、このソフトパークの中、コアラ事務局のちょっと同じ場所にあるわけだけど、そこにある桜をこれ映してるわけですよね、うん、今の時刻はもう外多分暗いですよね、うん、でこれ昼間ちょっと撮った写真、映像なんだけれども、うん、これを見ながらね、昼ご飯食べに行こうってもう毎日思ってるんだけどね、お昼ご飯の時になると何か用事があってね、うまくいかないと、明日こそ、お客様も一緒になって食事しながらやればいいかな、お仕事の話を、デスク持って行っちゃったらいかがですか、外に、ね、いいかもしれない、うん、ね、うん、明日雨降らないこと祈ります。まあこういったのが、うん、当然あちこちで桜見の話題が多いと思うんですけど、うん、大分はそれだけじゃないですよね、昨今話題になっているのは、うん、私たちのインターネットとかそういったことによって街が変わってきたということで、うん、次はセントポルタ中央町、そう、うんうん、それはどういうことなの、これはですね、うん、中央町っていう、なんだっけ、なんていうかな、アーケード商店街があるんですけどね、うん、そこが新しく3月28日に新装、こちらも新装開店オープンですよね。で、 ね、でこの中に なんと、光ファイバーが通ってるんですよね、すごいですよ、ここと同じハイパーステーションと同じ、うん、でまさにマルチメディア商店街になっちゃったんですね、うん、大きな大画面もある、大画面もね、うん、それにはインターネットの画面も表示できるようになってるわけですよね、そうですね、うん、でこれは今その落成式の時の写真、映像なんだけどね、綺麗ですね、あれドームが上がるんだろうね、あ、今映ってるのがコアラ会員の森くんで、このマルチメディア商店街の責任者であると、お布団屋さんです、実は彼がね、6メガの線を欲しかったんじゃないかな、それでお店に持ってきちゃったじゃないか、で実はそのマルチメディア商店街の中にボディショップがオープンしたんです、ね、大人気ですよ、この左の方はね、実は大和田さんといって、この方はコアラ会員なんだけど、うん、東京からこのボディショップの開店のために広報担当でね、ほらこの方は大分の OBS のアナウンサーだったね、佐和さんの同級生なんです、私も友達です、2人の共通の友達なんです、共通の友達してたな、で彼女曰くね、今日取材どうって聞いたらね、実は私イギリスでもボディショップのお店行ってきたんですって言ってたな、イギリス、うん、と言いながらね、このカメラをずっとこう回していくとね、大田さん何言ってるのかな、この人にその当たり前なのよ、若い人に人気があるのよ、盛んに言ってると思うんだけど、ずっとカメラ回していってこちらを映すと、友成さんがいて、友成さんも実はこの前まで、この前イギリスね、ボディショップ見に行ってきたと、うん、あ、イギリス行くとみんなボディショップ見に行くのが若い人のファッション、いや、体を磨くんです、あ、そう、顔を磨くんです、なるほど、で実はボディショップのね、ホームページを作ってるんですよ、うんうん、この映像が終わったらちょっとお見せしたい、あ、友成さんが映ってますけどね、彼女もいろんな形で、ホームページを作ってくれた、まずその中央町商店街のね、ホームページちょっとお見せしましょうかね、はい、こういったまあセントポルトを見ると、例えばその中でですね、ちょっとこれ私たちの前に出してくれますか、画像を、ね、私たちを消して、そうね、こういったそのマルチメディアの公衆端末も置いてて、うん、自由に誰でも使うことができる、しかもこれは高速ですから、とてもいろんな形で見ることができるわけですね、うん、こういったものも皆さん自由に楽しめるようなことをしていただきたい、それから、その中で、うん、ボディショップのホームページ、トムライさんが作ってくれたわけですね、うん、ボディショップと何か、僕はボディ本当に体を売るの、違います、違います、危ないとこだったんですね、
で彼女と大和田さんと小村井さんが話した結果、せっかくだからね、コアラの中に日本で初めてボディショップのホームページを作りましょう、イギリスといろいろ交渉した結果できたわけですけど、そしてそのだけじゃなくてプレゼントもしましょう、アクセスで来られた方に関してはいろんな形でプレゼントしますよ、応募しちゃいました、ね、あれもう応募しちゃった、もう応募しました、プレゼントしたらね、何か話聞いたらね、あ、本当だ、プレゼントという言葉が出た途端にね、アクセス回数パッと増えちゃったって、大変ですよ、ね、しかも女性の方々がねとても多く来られたんでね、インターネットの人口も女性が多くなったといったことをね、ますますこういったことで感じますね、この他にコアラというのはグレイスフルウェディング、はいはいはい、結婚雑誌を扱ったようなもの、ね、若い女性がたくさん集まるような形のホームページを一生懸命作ってるわけですね、今後また第3弾第4弾をやらなきゃいかん、集まりすぎちゃいませんか、若い女性ばっかり、僕いいですけど、そうね、まあとにかくコアラは若い女性たちが元気、当然女性たちそのものが元気なところなんでね、大分は女性で持つということですから、一つ皆さん知っておいてもらいたいなで、こういったこともあったんだけど、実は私もね、美沙ちゃんが桜屋より、こちらがセントポルタ中央町ならね、僕自身も一つ話題があるんでね、はいはい、この前東京行ってきたの、東京で行ってデジタルコミュニティーズフォーラムというね、こういった電子ネットワークで作る、地域社会、これをアメリカと日本の間で論じてみようじゃないかという大会があったんですね、でこれにはいろんな方々が集まったんだけど、日が悪くてね、4月の2、3という、まあ、本当に職場を変わられた方々ばかしですよ ね、 だから県庁の方々なんてなかなか参加しがたかったみたいですね、それでもやはり数百人集まってて、アメリカからはモンデール駐日大使とか、それからまあなんていうか、ジャック・フィールズさんというね、上院議員とか、ジョージ・ギルダーさんという評論家がいるんだけど、この方はね、まあ、テレビがなくなる日っていう本を書いたことで有名な人なんでね、大変怖い本なんだけど、で今これ話してるのはね、スマートバレーのウィリアム・ミラーさんという副会長なんです、今大分にはね、スマートバレーでよく、ハリー・ソウルというね、社長が来てくれた、あの人はもう、一応辞められて前社長という肩書きになっておられるんだけど、今回はミラーさんという副会長がお見えになって、いろんな形で、アメリカのスマートバレーの状況を説明された。相対して日本の先進事例ということで3つ出てきますが、トップバッターはこの人、大分県人の山津森彦、ね、必ずやはり大分では、大分が引き合いに出されます。でこの平松さん、やはりあと残りの2方はね、北川さんという方は、この方は、三重県知事、それからもう一方は梶原さんといって岐阜県知事、北川さんなんていうのはね、まあ情報化の予算をね、いろんな部署から集めてみたんですって、全部集めてみたら今年度が65億円、すごいすごいですね、そんなに、大分なんか負けちゃいそうですね、大分いくらなんですかチラッと聞いちゃう、聞いちゃいけないという話が、まあ、瀬戸さん方ね、そうやって皆さんも含めて読むんでしょうってなんですけれども、そういったことをね、意見交換する。梶原岐阜県知事もね、ある意味ではなんていうか、約何十億もかけて、大きなビル作ってマルチメディアの学校をするとかね、学校ですか、このハイパーステーションが学校になっちゃったような、こんなもんじゃない、もっとすごいですね、じゃあもう対抗してもっとまた素晴らしいの作りましょう、ただね、その3県と違ってるのはね、大分はね、常にそのネットワークのとこだけにこう一生懸命やってられるね、やってるね、で岐阜県知事さんの方はマルチメディアの学校を作るということで、ネットワークはその後、まずマルチメディアから行ってるというかね、それから北川さんのところは、情報先進権にならなきゃいけない、三重県もいずれならなきゃいけないといったことで、やっとスタートしたんだけど、大分を追い越すということを目標にしていると。追い越す、だから豊の国ネットワークというのが大分にあるならば、それ以上のものを作りますということで今やっておられるのね。大分逃げましょうまだコキャッシュしましょう、はい、頑張りましょう、頑張りましょうということでね、大分は大分内の新しい特質でもっていろいろやってみなきゃいかんかな、というようなことを、まあ、いろいろ考えております。はい、皆さんもあちこち行ってみるといいな。面白い。はい、まあこういったことで今週の話題もあるんだけど、まあ話題は今後もいろいろ集めてもらわなきゃいけないな。集めていかないとね。そうですね。またその話題もね、こんな話題あるよっていうお話も反対に欲しいですよね、こちらの番組の方っていうか。それは電子メールでも、
それから電子会議でもいろんな形でいただければいいし、このコアラの中にストリームワークスのね、お店の案内も作ってます、ここにカフェストリームワークスカフェコアラが始まりますといったことでね、こういったホームページも作ってます。ぜひブックマークにお入れください。入れてください。簡単な絵も入ってます。本当だ、いつの間にか可愛い。ウェイトレスさんからのお知らせといったことで、例えば、うん、ここではね、BGM 実は欲しいんだ、欲しいんですよ。それとかね、あのお便りが欲しいんだとか、メールも待ってますとかね、こういった形でお寄せいただいたものを実はこのホームページの中に紹介していって、できるだけ皆さん方と双方向でやっていきたい、時にはもう意見、メールだけじゃ面白くない、スタジオ入ってきてもいいよ、遊びに来てもいいんですよ、ねね、もしかしたらまたシャンパンがあるかもしれないもしコーヒーもありますよそうです、コーヒーはいつもちゃんと入れますはい、はい、ということでね、双方向性というのをとても大事にしていきたいですね。さてと、まあ、今週の話題というのはそういったところで、はい、一応、じゃあコアラナはここまで。本当ここであるかな、コマーシャルが入るとかね、また音楽が入るとかね、少し一息したいところでありますがね、なかなかそうはいかんから次のところ行きましょうかね、はい、次はコアラナウなんですけれども、今ね、あのパソコン通信コアラの中でですとか、あと、まあ、インターネットのコアラの中での面白いこと、そういうのをピックアップして紹介しようっていうコーナーなんですけれどもね、で今回第1回目、コアラの中でとっても面白いページがあるんですよね、というか、まずインターネットエキスポ、そうです、ホームページの一番上に書いてあるんですよね、このね、ウィンジョイインターネットエキスポ96って書いてあるんだけど、これね、あんまり皆さん見てない、でこれねホームページ面白いの、確かに言うとね、言っちゃうとね、例えばここまで見るとあの日本のホームページが出るんだけど、こちらを押すとね、でもワードはちょっとちょこっとワールドはワールド世界へ行っちゃうというね、何かというとインターネットエキスポというのはね、実はそのなんていうのかな、昔その万博とかよくやってたじゃないですか、ね、で万博やると、例えば自動車の万博やれば、ある意味では自動車社会を普及させるために、万博やったわけでしょ、だけどあれは実際に物理的にどっかに集まらなきゃいけなかった、で集まるのは大変なことだし、今の時代なかなか投資も難しくなってきてるよね、ということで、バーチャルなこの電子ネットワークの空間の中に、万博やれば全世界から参加できると、パビリオンも全世界に作れるし、見学者も全世界の自分のところから見に行けると、でそれが情報化社会を本当に作り上げることだろうと、自動車社会を作り上げるのと同じようにね、だからインターネットのエキスポをインターネットの中でやってしまおうと、言ったことで世界中で今やってるわけですね。そしてコアラも、はい、入っちゃったわけですね。パビリオンの一つですね。そうね、でこれ今実はちょっとまずかったけど、この中で世界のね、ホームページ、インターネットエキスポのホームページが、ちょっと反応が遅いですけれども、今混んでるのかな、この時間綺麗にちょっと重たいんですけどね、こういうふうな形で、エキスポの画面ができててね、はいはい、これ世界中の人がここに見に来る、パビリオンがあったりとかね、セントラルパークという名前があって、そこでいろんなものを見たりとかね、いう技術会社のホームページがあったりする、でも日本のねインターネットエキスポっていうのがあるわけですよ、ジャパンってありますけどね、ここに行くとね、例えばこういっ桜だ、やっぱ桜が日本の桜ですよね、この時期で大きく分けて公共館、テーマ館、企業館ってあるんだけど、実は公共館にね、ほらどこが出てくるんでしょう、広島県、大分県、倉敷市、大分県、今のところ大分県をね、こうやって参画できてる、こうやって、大分も積極的に情報通信で、インターネットあたりを盛り上げていこうじゃないか、確かこの大分県というのは、さっきみさちゃんが言ったように、これをクリックすると実はあらコアラなんですねコアラなんですね、大分はこのコアラでもって、大分全体を売り出していこうといったことになっているわけですね、ちなみにね、そのインターネットエキスポをこう見ちゃいますとですね、その他公共館だけじゃなくて、企業館というのがありますね、こういったものを見ますとですね、出てきてほしいな、いろんな企業がね、例えば KDD とかNTT とか、それからパナソニック、とか富士通さんとか、日立さんとか東芝さんとかね、いろんな企業サイトのホームページ多いんですよ、例えば九州ではね、長崎のハウステンボス、そうそう、ハウステンボスさんがやられると、で大分はね、こういったコアラ単位という形ですから、私たち一人一人が参画するという形になるんですよね、
実はそれにはですね、大変大きなお土産もいただいてるっていうかね、プレゼントもいただいてる。実はミサちゃんとか言ってるんですよ。何言ってんですか、はい、もうじらじらしい、はい、128キロ線来てます。専用線です。つまり専用線をね、うん、大分においては10本このインターネットエキスポに参画するお土産として、いただいてる。でそれを公正にね、審査したんです。そこにおられる、外におられるハイパー犬の連中一緒になってね、こう盛大にみんなでから論文を書いていただいたのをね、投票で、選んでみたんです。その10人のうちに1人ミサちゃんちゃんとトップ、トップでしょということなのね。そう、論文もちゃんとメールで応募するんですよ ね、うん、で128キロの専用線がミサちゃんとこの自宅にあって24時間365日自由に使うことができると。そうするととっても速いスピードでこういったパビリオンを見て歩けるわけですから、うん、1年後のミサちゃん変わってるだろうなと。ホームページはまた変わってんじゃなかろうかな。だってこの前の1年後から比べていや1年後は名字変わってますきっとやられた、はい、やられたっていうようなこともあります。まあこういったこともね、コアラの中で今新しい話題ですね。ミサちゃんもう一つ調べてきてもらってね。そうなんですよ、うん、コアラの中でワンパーソンワンホームページっていうものがありましてね、うん、コアラの会員さんたちが自分で楽しくホームページを作ってるっていうようなものがあるんです、うん、リンク集なんですけど、うん、その中にですね、うん、井上さんっていう会員の方がとても面白い企画を作ってるんですよ、うんうん、宝くじみんな買ったことあります？あるある。ある？うん。鳥さんもあります？よくないのよ。あ、ないの？うん。もうね、井上さんはね、うん、その宝くじの共同購入、うん、これを企画してるんですよ。うんうん、なるほどね、うん。それでね、夢はやっぱり一等ですよね。やっぱり一等なんですけどね、うん、とりあえず今までに、うん、その100人集めたら、うん、かなりまたこう確率が上がるじゃないですか、当たる。なるほどなるほど。なるだけたくさんの人をインターネットで公募して、うん、みんなで買いましょうっていう企画をしてます。うん、集まったんですか、現実に。それでね、すでに1回目終了してるんですよ、うん。ってことも100人集まったってこと。いや、ちょっとまだそこまでいかないんですけどね、うん、インターネット上でね、7名の方が応募してきたってことなんですよ。うんうん、それでね、7名の方で合計9口。だから1人の方が2口とか頼んでる方もいると思うんです。1口が3000円でして、それで9口をまあインターネットで集められる。結果はでね、結果は1万円と3000円とって感じで集まったらしいんですけれども、それね、こう綺麗に均等に割って、でちゃんと当たった分はもう綺麗に割って当たりましたよって、お金もしっかり送ることができたと。ね、それでね、端数が出るじゃないですか。うん、出る出る。端数はね、なんとね、寄付されるそうです。ね、うん、まあ、こういった個人単位でね、そうやっていろんな参画を呼びながら、うん、自分の面白さをやっていくというか ね、全世界に対して共同購入、普段だったら職場だけだとかね、うん、ただね、すごい驚いたのはね、お金が絡むことじゃないですか、うん、そういうことをインターネットすると、うん、しっかりしたのをやっぱり計画を持ってやってらっしゃるんですよ、うんうん、ね、素晴らしい、ね、お商売にもしてないんですけど ね、それは遊びだろうけどね、うん、遊びだろうけど、お金が絡むことに関して信用大事でやってるんですよね、うんうん、というようなことで、まあ、今週はコアラナはこういった形で行われたわけですけど、来週もまた面白いレポートをお願いしたいですね。はい、そうですね。だけど来週はテーマは、皆さん方が意見を求めたいテーマは何でしょう。みさちゃん、さやこさん、何？4月10日から始まる婦人週間。うん、婦人週間。婦人週間、難しいね。ちょっと硬いけどね。まあ、どういった話題になるかな。コアラの電子会の中でもいくつか婦人週間に関する話題を求めてますけど、はい、そのことを少し特集したい。それからもう一つは何かないかな。もう一つは、やっぱり3月28日に開通した大分道、高速ですよね。そうね、そうそうそう、福岡と大分の間が、ね、高速道路で開通しちゃった。これでみんないろんな形で遊びに行ってるわけだけど、そのことも楽しんでみるっていうかもしれないですね。そうですよね。これはコアラメンバーからもいろんな形で、ビデオメールでもらってもいいし、また写真で、送ってもらってもいいし、そういったものをいろいろ紹介してみたいですね。はい、または誰かレポーターになってやってもらってもいいかもしれない。あ、それドライブレポーター。そうね。いいねいいね。ビデオカメラ持ってね。ということでまた来週もこうやってやってみたいと思います。いろいろと技術的におかしいこともあるかもしれないけど、やっていくうちに必ず解決できると信じてますから。はい。僕の早口は治らないかもしれません。そうですそうです。これは我慢してください。まあなんとか技術が開発。すればね、早口もうまく聞き取れるようになるかもしれない。ということで、また来週楽しみにしてください。ということで、今日は終わりです。はい。では皆さん、また来週。ということで終わりましょうね。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。